やる前から分かるもん何かしら言ってくれるよね嘘でしょっていうことはねはい今回は女子ゴルフの表彰式が行われましたのでそれをご紹介したいと思います2023年の JLPGA アワードっていうんですけどね表彰式が言えないで5回ぐらい取り直しました <laughs> はいあとねこれと同じ動画をメディアブルの方にもあの上げておきますので 広告が煩わしいっていう方はね、メディアブルの方をご覧ください。YouTube の方でもね、あのプレミアムに入っている方は広告流れないですけどもね、入ってない方は広告流れてね、うん広告がもう煩わしいなと言って、あの見る気がうせる方はね、メディアブルの方をご覧になってください。の YouTube の プレミアムよりかなりお安くなっております。280円ぐらいで入りますのでね。はい。よかったらそちらをご覧ください。概要欄にリンク貼っときますのでね。あの、概要欄わかんない方、あの、下にね、動画の下にこうタイトルがありますよね。この動画のタイトルがあるんで、それをスマホで見てる方はタップすると、概要欄がベロンと出てきますのでね。で、そこを見ると、あのリンクが貼ってありますので、そこをタップすると出てきますのでね、そちらをご覧になってみてください。 はい、まあ表彰式って言ってもだいたい予想ついてるけどねだけど隠れ賞金女王っつうのがいるんですよねはいそれを紹介したいと思いますね、はい、まずは年間女王ですね、まあ、正式には年間最優秀選手賞 JLPGA メルセデスベンツプレイヤーオブザイヤヤーオブザえー、めんどくさいなこれ言うの <laughs> 長いよね MVP でいいんじゃないの <laughs> <laughs> ねえ。これは山下美優ちゃんですね。はい。まあ、年間の累計ポイントが3117ポイントでね、まあ、最終戦までもつれましたけどね、2年連続取りました。年間5勝をげましたね2。2年連続で5勝を挙げたのでね、2年間で10勝ですよ。すごいですよね。はい。まあ、去年は3400ポイント以上稼いだので、ちょっと去年には届いてないかなという感じでしたけどもね。 去年は2位の最後真央ちゃんと1176ポイント差以上離したんだよね。はい。まあ今回は、今年はね、2023年はシンジェ選手が強かったのでね、あの国内だけでも2000ポイント稼いで、海外でも700ポイント以上稼いだんですよね。だから、まああのこの表を見ていただければわかる通りね、あの、メジャー3試合だけですよ。はい。メジャー3試合だけで。 ま、賞金はね、あのー、また別にあるんですけどね。あのー、ま、海外のお金になってしまうから、海外の賞金は入らないですけど、ポイントは入りますので、ね、メジャー大会はね。たった3試合で700ポイント稼いだのでね。はい。やっぱね、メジャー行った方がいいんですよね。はい。まあ、こういう、ご、ま、賞、あ、しましたけどね、ここに書いてあるように。で、 賞金ランク1位も山下美桜ちゃんですね、はい。年間獲得賞金額は2億超えですね2。2年連続ですよ、2億超えね。まあ、賞金が高くなってるからっていうのもあるけどね。だってよく解説やってる平瀬真夢さんも、年間、賞金ランク1位、賞金女王は2年連続やってますからね。でも あの時とあの時代とこう金額が全く変わってるのでね、一概に比べることはできないですけどもね。はい。まあ、JLPGA ツアー史上初ということですよ。2年連続2億超えっていうのはね。はい。まあ、ね、物価が変わってるし、賞金も上がってるっていうのでね、これはちょっと比べ物にならないかなという感じはしますけども、 先ほど言った隠れ賞金女王がいるんですよ。わかりますよね。これはシン・ジエ選手ですよね。まあご覧の通り、1億6300万以上稼いだっていうことなんですけども、海外メジャーの入れると、とんでもない、まあメジャー以外にもね、他にも出てるけど、まあ主要なものを入れると、まあ全米女子オープンは2位タイでした。ね。え まあ96万ドル。まあ、ドル換算ですからね。エビアンでは54位タイだったのでね、1万ドル以上。で、全英女子オープンは3位、単独3位ですね。これ60万ドル。で、BMW にも出たのでね、これは5位タイだったので、6万ドルぐらいですよね。はい。これ合計すると165万ドル以上稼いだことになりますね。165万4635ドル。 今日ね、12月20日、1ドル143円台なんですよ。だから2億3000万以上稼いでるってことですね。はい、1円、1ドル150円台だったらもっと稼いでることになりますけどね。まあ一応今日の日付で1ドル143円台なのでね。はい、まあ2億3000万以上と。で、国内と合わせると4億以上になっちゃうんですよ。山下美代ちゃんの倍近く稼いでるんですよね。 なので、隠れ賞金女王がシンジエ選手で決まりですよね。決まりというか、なんかね、私が勝手に言ってるだけなんですけどね。まあ、スポンサー契約とかを抜かしてね、賞金だけとなるとね、シンジエ選手、1月にも出てたよね。なんだっけ、オーストラリアの大会にも出てたよね。あれはちょっと賞金安いからあれだけどさ。いやー、シンジエ選手稼ぎますよね。4億。 まあ韓国の方でもいろんなスポンサーがついてるでしょう、多分ね。あの全部は調べてないですけども、日本でも、ね、シン・ジェ選手あの、多分いろんなスポンサーがついてるでしょうから、かなりの額稼いでると思いますよ。はい、まあ、いろんなスポンサー契約とかもあるんでね、あの目に見えない、表に見えない。 発表されてない金額もらってるっていう選手はいっぱいいるでしょうね。はいで、次ですけどもね、平均ストローク1位、これも山下美夢ちゃんですね。これも2年,2年連続ですよ。69.4322ストロークって、もうこれ半端ないよね。平均ですからね。平均。毎回69出してるようなもんですよ。72だと、パー72だと、3アンダーは毎回出してると。ということですよ。ね。 まあ、2アンダー、3アンダーがもう普通ということですよ。ねすごいね。まあ、これも最小記録をまたね、去年に引き続き更新しましたけど、あ、去年に引き続きじゃないか。去年はシン・ジェイ選手のは超えられなかったのか。はいまあ、シン・ジェイ選手の記録を塗り替えましたね、はい。で、今年2位だったのが、2023年2位だったのが岩井明恵ちゃんの。 最終日ちょっと崩したのでね、ツアーチャンピオンシップ、リコーカップで、70.0604と、えー、ちょっと惜しかったですね。二人とも、二、まあ、人ともっていうか、あのー、昭恵ちゃんの方も60代見えてたんですけどね、惜しかったですよね。で、新人賞。これは神谷空ちゃんですね。これは文句ないですよね。去年2022年は川崎遥香ちゃん。もう、文句なしですよね、去年もね。 神は空ちゃんも2年、あ、2年じゃなくて2勝してますからね。これは文句なしで決まりでしょう。もう誰も文句言いようがないよね、これはね。で、次ですけども、ステップアップツアーの賞金ランク1位。これはウーちゃんえん選手ですね。はい。年間3勝したからね、去年は桜井心ココナちゃんが5勝してね、ランキング1位でしたけどもね。まあウーちゃんえんも強かったね、今年ね。桜井心ココナちゃん、ジャンクスポーツ出てたね。 はい、賞金をたくさんもらって変わったことって、両親がおかしくなってないかたくさんお金もらってって、ね、浜ちゃんが言ってましたけどね。はい。あのー、ジャンクスポーツ、あと、まあ、見逃し配信とかどっかでやってるから見れるんじゃないですかね、見てない方ね。まあ、桜井心奈ちゃん、ココナッツは、コンビニでね、まあ、値段を見て、 前は決めてたけど、最近はコンビニで高いおにぎりを値段を見ずに買えるようになりましたと。ねえ。まあ、19歳だからね。贅沢って言ってもそんなもんでしょう。<laughs> まあ、いいんじゃないですか。まあ、ねえ、おにぎりぐらい値段見ないでも、私も見ないけどさ、だいたいわかるじゃん。<laughs> この具がたくさん入ったのでかいおにぎりは、まあ、300円近くするよねとかね。 あの中の具材がちょっと高いやつは結構値段するよねとか。ね梅とかさ、あの、ツナマヨとかさ、あれは安いよねとか。だ,だいたい値段わかるじゃない <laughs> だから値段見ないけどさ、はい。まあ、19歳ですからね、可愛らしくていいじゃないですか。ねコンビニで <laughs>。おにぎりを。ね値段見ずに買えるような、ねえ、あの、賞金をもらえるようになったと。ねえ。 もっとあのね、夢のあることを言ってほしかったけどね <laughs>。可愛らしくていいじゃないねココナッツ。ねはい。で、次ですけども、関東省がココナッツですよ。桜井ココナッツちゃんね。メルセデスランクは今年5位でしたけどもね。1945ポイント。やっぱりちょっとね、山下美優ちゃんと比べてしまうとかなりの差がありますけども、でも年間4勝ですからね。 いや4勝してさ、年間4勝してね、ね年間女王になれないんですからね。はい、年間5勝と、年間4勝、1勝しか違わないのに、ポイントのこの差っていうのはやっぱりね、山下美優ちゃんが強すぎたね、今年はね。はい、去年からそうだけどさ。ねまあでも10代でね、ね JLPGA ツアー4勝達成っていうのは、2004年の宮里愛ちゃんと、2018年の さですね畑岡奈紗ちゃんに続いて史上3人目ということでねやっぱすごいねまあ記録っていうのは塗り替えられるもんだけどねどんどんこういう子が出てくるよまあ5勝したらねあの最年少記録だったでしょうけどまあそれはならずということでしたけどね関東省は去年は2022年は金組と藤田佐伯選手と 岩井千里ちゃんですね3人まあ去年すごかったよね11年ぶりの優勝が2人も出るなんて思ってこれね泣いたよね俺ねボロボロ泣いてあの三菱電機レディースの時さ渋子ちゃんを見に行っただけなのにさ金組の優勝でボロボロ泣いたもんね <laughs> 藤田佐伯選手の時もそうだけどさいや泣いたなこういう泣くねえ人があの また優勝っていうね、ドラマが生まれてほしいなって、まあ筋書きのないドラマですからね、スポーツっていうのは、まあ何が起こるかわからない、反面、そういったドラマが全然起きずに、強い選手ばっかりが勝つっていう年もあるんだろうけどね。はい、あと、JLPGA の栄誉賞、これも山下美優ちゃんですね。まあ、あのー 獲得賞金2億超え2年連続っていうことでね、あの、まあ、これだけじゃないですよ、もちろんね。それもあったし、平均ストローク、まあ、最小記録を塗り替えたっていうのもあるし、平均パッド数もね、すごかったですよね。1.7256ですね。パーオンしたホールで、パッド数、平均パッド数が1.7256ですよ。ねえ。まあ パーオンしたホールで平均パット数2.0だったら全部パーじゃないですか。ね。パーオンしたところでバーディーが取れてないってことですよ。ほとんどね。だけど、まあ、これ1.7256ですからね。まあ、その分だけもバーディーがたくさん取れてるっていう証明になりますよね。はい。これもね、2012年のジョン・ミジョン選手が出した1.7299っていうのを更新しましたね。 はい、塗り替えました。それから平均バーディー数っていうのが4.3828ですよ。まあこれ数字だけ見てもね分かりづらいんだけども2018年の鈴木愛ちゃんの4.0267っていうのを更新しましたね。平均バーディー数ですね。まああの平均ストロークが 69. 点だからね69.4だから。 3アンダーは平均して出してるっていうことですからね。それは当然ですよね。まあ、あのー、平均バーディー数、18ホール回りますよね。で、バーディーが平均して4、4個以上、4.3回出してるってことですよ。まあ、鈴木愛ちゃんの、こう、あの、記録を更新しました。それからパーブレイク率っていうね。これね、24.5082。 これにね、これも2018年鈴木愛ちゃんの22.5926を更新しましたね。まあパーブレイク率っていうのはパー未満のスコア、まあバーディーとかイーグルとかね、アルバトロスとかね、だったホールがそのラウンドのホール数に占める割合ですね。はい。まあ18ホールもあるじゃないですか。そのうちのバーディーとかイーグルの まあ、2018年の鈴木愛ちゃんの記録を超えて、まあ、ほぼ25%っていうのは 4, 4分の1近くだよね。四、はい、分の1、18ホールもあって4分の1は <laughs> バーディー以上取ってるという計算になりますよね。はい、この栄誉賞は、去年2022年は、 まあ山下美宇ちゃんも2年連続で取りましたから、山下美宇ちゃんもそうですけど、最後真央ちゃんと勝みなみちゃんも取りましたね、去年は、はい。で、輝き賞、これはシン・ジエ選手が取りましたね。シン・ジエ選手ね、年間22試合しか出てないんですよね、2022、2、えー、2 3年か。 そのうち、まあ、休みながら、ね、まあ、体の調子もあるだろうしね、肘、両肘手術してってい、まあ、うのもあったりね。まあ、そんなに、あの、毎年ね、万全で出れるわけじゃないですよ。そういう年齢になってきましたからね。22試合しか出てないです。まあ、海外にも行ってたしね。で、優勝2回と。で、トップ10に入ったのが15回と。まあ、安定した強さを見せたと。 いうのと、全米女子オープン2位タイでしょ。全英だと単独3位でしょ。まあ、海外メジャーでもいい成績を出しましたよね。ということで。まあ、輝き賞っていうことですね。去年2022年はエッティでしたね。古江彩香ちゃん。まあ、海外いきなり行って優勝したり、帰ってきてポンと優勝したり、日本、日本でもね。日本でもアメリカでも優勝しましたよね。えー、去年大活躍でしたよね、エッティも。 そして、メディア賞。このメディア賞のベストショット部門。これは、岩井姉妹が撮りました。これね、RKB 三井松島レディース最終日のプレイオフの時に、2回目ですね。まあ、セカンドショットの直ドラ。あれはもうすごく話題になりましたよね。もう姉妹で、あの、 自家ドラやったじゃないですか。自家ドラといえばもう先にもっとね、あのー、菅沼菜々ちゃんとかが何回もやって見せてたのに、やっぱりこの優勝争い、プレイオフでね、やったっつうのが、やっぱり沸かせたということで、ベストショット部門のメディア賞が取りましたね。まあ去年2022年は山下美夢ちゃんが取りましたけどね。まあ最後の最後のリコーカップのパットですよ。 あれで撮りましたね。まあ、ショットではないけどベストショットではないけどね。パターで撮りました。そして、同じメディア賞でも、ベストコメント部門っていうのがあるんですよ。これ、ボミちゃんが撮りましたね。イいボミちゃんが今年のベストコメント部門のメディア賞ですね。去年2022年は金組が撮りました。三菱電機レディースで優勝した時のコメントですよね。こんな見た目なので、 全然練習してないんじゃないかって言われるけど、勝っていつか証明したいと思ってましたと。ねえ、11年かかりました。ねえ、11年ぶりの優勝。ねえ、泣いたわー、ほんと。また言ってるけどさ、泣いたー、ほんとにね。金組のファンじゃなくても、あれは泣くよね、ほんと。<laughs> で、ボミちゃんなんですけど、今年ボミちゃんはね、あの、ノブタグループマスターズ GC で引退しましたよね。引退セレモニーなんかもありましたけど。なんて言ったかっていうと、あの、プロゴルファー E ボミは、私と日本の皆様が一緒に作り上げましたと。まあ、本来のボミちゃんではないと。プロゴルファー E ボミっていうのは、私もそうだけど、日本の皆様が作り、作ってくれたということですよ。 で人間いいボミは皆様と作り上げたプロゴルファーいいボミをこの先ずっと忘れませんっていうコメントをしたんですよ。これがベストコメント部門に選ばれました。はい、でも個人的には私的にはね、毎年クちゃんなんですよね。<laughs> ベストコメント部門はね。はい、2022年だったら 例えば、まあ試合でのコメントじゃないからあれですけどね。まあ引退したらおにぎり屋さんをやりたいですと。ねあれ原チャンネルだったかな言ってましたよね。ああ、やはりパン派じゃなくて米派ですかと聞いたら、いや、私米嫌いなんですと <laughs>。言ってましたけどね。はい。まあお米が嫌いっていうわけじゃなくて、ね、あの、何もつけない状態のご飯を あの食べるっていうのが、まあちょっと許せないというかね。はい。まあおにぎりだったら、おにぎりをかじったときに具が何もない状態のところをかじるのが嫌だというだけの話ですよね。あの、お米食べないわけじゃないですよ。はい。で、今年2023年何を言ったかっていうと、ついこの間ですよ。あの、イベントでね、あの、ファンイベントみたいので、あの、カフェをやりたいと。カフェ屋さんをやりたいと。 おしゃれな感じでね。インスタとか見ると、まあネットで出ててね、かわいいなと思ってカフェをやってみたいですと。前はお,あのおにぎり屋さんやりたいって言ってましたけどね。あの、カフェをやってみたいと。あ、でも私、コーヒー飲めないんですと。<laughs> マジかと。<laughs> 嘘でしょと。ねコーヒー飲めない子がカフェやりたいってもう考えられないよね。コーヒー好きで、コーヒーのよく飲むし、 しかも、おしゃれで可愛いし、やってみたいなと。あの、コーヒーの匂いがプーンとしてきてね、あの匂いも好きだしっていうんだったらわかるよ。わかるけど <laughs>。ねえ、それだったらわかるけどさ、コーヒー飲めないんですという人、カフェやらんでしょ、普通ね。いやー、サクちゃんだなーと思いましたよね。私的には、毎年ベストコメント賞はサクちゃんで決まりなんですよね。 はい、2024年も多分、サクちゃんで決まりだと思いますよね。<laughs> やる前から分かるもん。何かしら言ってくれるよね。嘘でしょっていうことをね、はい。まあ、ベストコメント。やっぱりこう、ゴルフの時とかですよね。あの表彰式とかね。インタビューとかね。そういった時に出した言葉、コメントですよね。そこでの、まあ、一番印象に残ったあのコメント。 の賞っていうことでね、あの、ボミちゃんに決まりましたけどね。はい。私的にはサクちゃんですね <laughs>。はい。そして、特別賞。これは、スリーツアーズの時にね、あの、JLPGA チームが。いやーもう圧勝したよね。全チーム、全ペアが1位だったもんね。まあ、引き分け1位もあったけど、全チーム1位ってすごくないですか。圧勝だったよね。うんと、強かったね。いやー、 もう男子もね、まあすごい選手いるけど、やっぱりこう女子の選手、あの距離的なハンデっていうのがね、あの、やっぱり大きく左右したかなと。ちょっときつかったよね。やっぱり、何て言うのまあ、あの、平均飛距離的には、 やっぱり50ヤードぐらい差がついてもおかしくないんですよ。でも、このトップ選手たち6人が集まってね、漏れなくでしょ。メルセデスランク1位から6位までは集結したのでね、女子メンバーはね。はい、だけど、男子は抜けてるでしょ。1位から 6, 6位までの選手じゃないんですよ。あの、1位の、あのー、中島くんなんか、アメリカツアー行ってね、あの予選会受けるんで行っちゃったから、出れなかったしね。 辞退した選手もいるでしょう。あのシニア選手でもそうだしね。はい。まあ、あのよく考えてみてください。あの、250ヤードのパー4で、まあ、3ウッドでね、1オンできるじゃないですか。女子でもね、飛距離出る子は。だけど、男子が300ヤードパー4って、1オンはちょっときついよね。やっぱり正確性となると、飛ぶけど、 飛ぶけど、ね、300ヤード先の,あの方向性となったらやっぱりね男子はちょっとハンデあるよなっていうそれを克服して去年勝ったけどね男子はねはいまあ、それぐらいね女性には優しくしてあげようということですよね男子はハンデを背負ってでも勝たなきゃいけない使命があると思ってね頑張っていただきたいと。 前の動画でも言いましたけどね。いつの動画だったっけスすりつーズの時だっけあの、インパクトの瞬間、多分、あの、1ミリずれたとしましょう。あの、インパクトの瞬間ね。まあ、こっちに打ちたいっていう方向じゃなくて、ちょっと1ミリずれたとしましょう。1ミリというか、1度か。まあ、あの、などっちでもいいや。はい。あの、打ちたい方向から1度ずれたとしましょうね。 だけど25060ヤード飛ばす女の子と300ヤード以上飛ばす男子とやっぱりこうボールが着地した時着弾した時の方向のズレはね同じ角度をずれてもやっぱり300ヤード飛ぶ人の方が、まあ、着弾した時にはもう大きなズレになってしまうというねその半ではありますよね。 まあ、パワーがあって飛ぶのは飛びますけどね、正確性となるとどうしてもそうなっちゃうでしょ。ね、それを克服して女子に勝たなきゃいけないのでね、はい、男子のメンバーの方たちは辛かったとは思いますけどね、それを克服しないといけないっていうね、はい、頑張ってっていう感じですよね。<laughs> 女性に花を持たせてあげましょう、はい。去年は特別賞はブライタナのメンバーでしたよね。はい、で、最後。 特別功労賞。これはボミちゃんですね。イー・ボミちゃんが特別功労賞に選ばれました。まあ、ボミちゃん2011年から JLPGA に来たんですけども、まあ、今年のノブタグループマスターズ GC で引退と。2015年、16年にね、まあ、ね、ご存知のように2年連続で賞金ランク1位に輝いて、賞金女王にもなりましたけどね。まあ、 プレイイヤヤーーーオブザイヤーにも輝いたたり、り平均ストローク1位を取ったりとか、ね、まあこの時絶好調だった時に小学生ぐらいでねまあジュニアの時代にこうプロを目指して頑張ってたようなあのジュニアの子たち今いくつぐらい1 7 8ぐらいの子かなもうちょっと下の子もいるけどそういった今の10代の子は可愛くてね強くて っていう、ボミちゃんに憧れてる選手、たくさんいるんじゃないかなと思いますよね。まあ、全員に、ね、インタビューしてみたら分かるでしょ、多分、ボミちゃんに憧れてっていうう結構いると思いますよね。表彰式の時、ショートヘアだったね、ボミちゃんね。ショートヘアも可愛いね。ボミちゃん、ショートヘアの方が似合うよ。まあ、その、好き好きはあるけどね、人それぞれね。はい。 で、2023年は、このように、山下美優ちゃんが五冠達成ということでね、幕を閉じましたけども、2024年はパリオリンピックですよ。ね東京オリンピックは稲見萌音ちゃんが銀メダル取りましたけどね。ちょっとネリー・コルダに金メダル奪われましたけども、次は金メダル誰かが取ってほしいな、というのと、夢は、表彰式の時に、 日の丸が3つ上がってほしいなと。ねそんな無茶言うなよって言うと思いますけど、夢を見るのは自由じゃないですか。ただですよ、夢を見るのはね。<laughs> 日の丸が3つ上がる。まあ、それぐらい、ねあの、出ても、取ってもおかしくないあの実力が上がってきたっていうふうには言えるんじゃないかなとは思いますけどもね。一発勝負ですからね。 ね、東京オリンピック。しかも、やっぱりメジャー大会、まあ、アメリカ女子ツアーのメジャー大会よりも、めちゃくちゃ賞金は安いですよね。名誉だけですからね。アマチュアのね、あの、トップアスリートが集まってる大会ですからね、オリンピックって。まあ、プロもいるけどね、中には。プロは少ないでしょ。ね、あの、陸上競技とかね。はい。なので、 ちょっとゴルフに関しては、ちょっとプロゴルファーの方たちは、ちょっと違う感覚なんじゃないかなと。ねえ、思いますよね。賞金めちゃくちゃ安いしね。名誉ある、まあ、あの、複数年シードが取れるですけどね。稲見萌音ちゃんなんかは銀メダル取って、複数年シード取りましたけど。で、まあ、チャンスなのがね、 パリオリンピック、フランスじゃないですか。地元フランスで、ね、有名な女子プロゴルファー、誰が思い浮かびます世界ランク今3位のセリーヌ・ブティエしか思い浮かばんでしょう。チャンスですよ。あの、そういう、さっきほど言ったみたいにね、あの、アメリカツアーのメジャー大会とかの方が力入るでしょうどうしたって。優勝賞金2億円とかだもんね。 ちょっと違うんですよだから、まあ、国を代表してっていうあの別の,、ね、あの気持ちで臨む選手はいっぱいいると思いますけど、それほど力が入らないというかね。で、まあ、1つの国で出る出場できる人数も決まってるし、まあ、もしかしたらこの選手出たら勝ったかもしれないけど、あの選ばれなかったよねっていう選手もいるでしょ。なので、日本の選手も誰が選ばれるかは分かりませんけど。 ねフランス、パリで行われるこのオリンピック、日本選手が3人表彰台に上がってほしいなと夢を見ております、はい。皆さんも夢を見るのはただですからね。はい、楽しみにしましょうよ、ね。ワクワクしてた方がいいじゃないですか。ねえまあ、今日に、えー、と12月20日、今日ねあの、荒垣ひなちゃんの誕生日ですけどね。 私も誕生日なんだよね <laughs> 誰か祝ってほしいんだけど誰も祝ってくれないのでね。はい。一人ね、寂しく過ごしております。はい。ということで今日は以上です。